はい。皆さん、こんにちは。It's Ayu from Japanese with Ayu. えっと、今日はですね、また、リーディングプラクティスをしていきたいと思います。また、日本の面白いコラム記事、コラム記事を読んでいこうと思います。はい。で、今日はね、最近日本で話題になっている、マルハラについてです。マルハラって何って思いますよね。 私もわからなかったです。これは新しい言葉。最近若い人が作った言葉だと思うんですけど、丸ハラスメントの言葉。丸ハラです。で、丸って何かっていうと、あの、日本語のさ、ピリオドあるでしょあれ、日本語で丸って言うんですよ。まあ、丸ってサークルっていう意味ですけどね。あの、最後にピリオドこれ丸です。で、 なんか、そのことで、最近その若い人は、この、ハラスメントだって言ってるんだって。で、何かというと、年上の人って、結構その、丸、p e リオを使うんですよ。メッセージとかでね。了解しました、とか。わかりました、丸って。まあ、これ普通だと思うんですよ。だけど、若い人からしたら、それがちょっと、なんか、 冷たいとか、ちょっと怖いみたいな。そんなイメージがあるんだって。うん。ねそれを <laughs> ハラスメントって言ってるんですよ。丸ハラスメント。まあ、ハラスメントはちょっと大げさじゃないかなっては思うんですけど、まあそういう、あの、記事が、ニュースのね、記事があったので、それを読んでいきたいかなと思います。はい、いいですか この前もね、ちょっと面白かったんですけど、今日もちょっと、ま、な、かなか面白いと思います。では、まあ、また私、その、文法とか、単語とかも説明しながらね、行くので、はい、一つずつ見ていきたいと思います。じゃまず最初。タイトル。LINE で、句点あ、この句点っていうのが、このさっき言った、まるです。ま マルって言うんですけど、本当の名前は、テ点と言います。はい。LINE でクテ点は、誤解を招く。丸ハラスメントとは若者世代。冷たい。怒ってる。冷めてる。もう会話が終了という意図なのかなと。って言ってます。だから若い人は、冷たい。怖い。冷めてる。ちょっとこう。 冷めるっていうのはコあんまり興味ないって感じね。もう会話が終了なんか話したくないのかなみたいな印象があるっていうことですね。はい。今、マルハラという新たなハラスメントが注目されています。されている。承知しましたという 一見何の変哲もない表現が若者たちにとっては淡々としすぎていて怒っているように感じられるというまあ、承知しましたっていうのはわかりましたっていう意味なんですけどちょっとフォーマルですね。だいたいあのー、仕事の場とかでは承知しました使います。一見ね、the first glance では 何の変哲もない。何の変哲もないっていうのは、まあ、普通のっていう意味です。何にも変じゃないという意味です。っていう表現が、若者たちにとって、淡々としている。淡々としているっていうのは、すごく、flat とか、まあ、全然気持ちがない感じですよね。すごいちょっと冷たいとか、being cold。興味ないとか。それが淡々としているっていう。 意味ですそして怒っているように感じられるってねまあ確かにね私もちょっと気持ちはわかるうんはいだから若い人は最後に「丸をつけなくて絵文字を使うんですよねきっとね、うん、でもやっぱり仕事の場なんで絵文字よりはやっぱり「丸の方がいいかなとは思うんですけどね、うん、はい これは、丸腹と呼ばれ、若者たちにとっては、丸が怖く、新しいハラスメントになっている。また、連絡ください、丸。すぐ来てください、丸。<laughs> はい、丸。など、最後に丸がついた文面も怖いと感じているようだ。心理学が専門の、 明城大学大学院藤井康教授は、この人、名前ですね。この人が言ってます。LINE とかコミュニケーションアプリの特徴って、連続的にトークがずっと残っているというコミュニケーションの特性があると話す。まあそうですよね。日本では大体みんな LINE というアプリを使っているんですけど、その まあまあ、いろんなアプリが今そうですよね。メッセンジャーとか、まあ、インスタグラムの DM とかもそうですけど、トークの履歴ヒストリーずっとこう見えますよね。うん。そういう特徴がありますと。はい。連続性を有するコミュニケーションを前提とした媒体に育ってきていると、苦闘点が入ることはバスッと。 その連続性みたいなものが立たれて関係が切られたような感じがしたりこれは何か厳しいことをしっかり言われているみたいなそういう感覚にとらわれるんだと思うって言ってますねまあ何かというと連続性っていうのはこの c o n t i n u o s こう LINE のメッセンジャーとかのテキストってさ 結構短い言葉でみんな送ることが多いじゃないですか。ね、E メールとかって長いですよね。でもこういうアプリは、ポン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 ってこう、会話が早く短く続いていきますよね。なので、なんかそこでその、丸って最後に。わかりました、丸ってくると、なんかちょっと、あ、なんか話終わりたいのかな。 ちょっとこう、ディスタンスあるかなっていう感じに思われることがある。ちょっとなんか怒られてる厳しいこと言ってるみたいな風に、そういう感覚にね、らわれる。そういうフィーリングになるっていう風に言ってます。はい。こうしたコミュニケーションツールでの表現について、現役大学生でタレントの小浜桃奈は、 この人は、まあ、大学生の女の子ですね。が、句点や記号など何もつけない、わかりましたは、一番何を考えているかわからないと若者は思ってしまう。と説明。で、これは、その最後に丸がなかったらもっと嫌だって言ってるんですね。うん。何考えてるかわかんない。 ブラウザィ・フンキングっていう風に思うんだって。何もないと。ね。だけど、句点をつける、わかりました、丸については、怒ってると受け取られてしまう。冷たい、怒ってる、冷めてる。もう会話が終了という意図なのかなと。ちょっとマイナスに受け取られがち。 と、見解を示した、まあ。見解を示すっていうのは、意見を言う、オピニオンを言うという意味です。では、何が正解なのか。確かに。小浜は、記号のびっくりマーク。びっくりマークってこのマークですね。あのー、なんて言うんですかびっくりマーク。 あ、びっくりマークってエクスクラメーションマークのことです。日本語でエクスクラ,エクスエクスクラメーションマークのことです。はい。で、そのびっくりマークをつけた、わかりましたびっくりマークが最も好印象だと語った。さらに、絵文字や 超音記号の使い方にも注意が必要だという。そう、最後に、こう、びっくりマーク、エクスクラメーションマークがあるのが一番いいって言ってるんですね。で、あと、絵文字の使い方と、超音記号。超音記号っていうのは、あの、この日本語の straight の just a line to stretch the sound なんか、 えー、なんて言うんですかね。例えば、ケーキとか、このケーキ、この伸ばすカタカナの just a line, it's called 超音記号。この使い方もちょっと気をつけないといけないって言ってるんですね。はい。なんでかというと、絵文字の赤いびっくりマークがあるんですけど、この赤いのは一番ダメです。びっくりマーク回の中で、 一番若者に怖がられているらしいですよ。皆さん気をつけてね。<laughs> 私もこれ聞いたことあるんですけど、この赤い絵文字のエクスクラメーションマーク、ビックリマークっていうのが、なんかすごいね、歳の人が使うっていうイメージなんだって。まず。<laughs> 確かに私のお母さんとか使ってるんだけど、なんかこれ怖いんだって。 理由はわかんない。まあ、あ確かに怖いかな。うーん。まあ、よくないんだって、これがね。そして、わかりました。こういう、何ですかこの記号は、あの、やる気がなくなっちゃったのかなと思う。そう。やる気がないっていうのはね、モチベーションがないという意味です。 この記号を使うと、ちょっとなんか、確かにポライトではないかなっていう感じがします。はい。えっと、今これ YouTube でもやってるんですけど、YouTube 見てる人はね、これ見えるんですけど、ポッドキャスト聞いてる人はちょっとわからないですよね。この、なんていうんですか、波線って言うんですけど、ウェーブのストレッチマーク Mark。Not the, トレートライ line, straight line, but it's、like、wavy line. これです。 これが、やる気がなくなっちゃう。やる気がないという感じがする。はい。で、次は、わかりました。今度は、ストレッチストレートラインこれは、なんか、眠くなっちゃった。疲れちゃった。もう会話したくないのかなとか思ってしまう。そうです。難しいよね。これ使ったらなんか、 え、この人眠いのかな疲れてるのかな <laughs> って思うっていうこと。はい。という、まあ、若い人たちの印象ね。印象。うん、はい。じゃ最後ですね。また、小浜によると、現代の学生は文章を打たないという、タイピングしないということですね。最近の若い人は。用があれば、すぐに電話。 話したいことがあったらみんな電話です。LINE 電話です。と、若者のコミュニケーションスタイルの変化にも触れた。なんだって。だからみんなあんまりタイピングしないのかななんか、話したいことがあったらすぐ LINE の電話、電話のね、できるよね。LINE で電話するって。うん。まあでもね、いつもいつも電話、私はどちらかというと、 電話されるよりメッセージしてほしいかなって思いますけどね。まあ、いつも電話に出れるわけじゃないので。うん、まあ、なので、今日分かったことは、丸あんまりつけない方がいい。でもつけないのも、なんかわかんないって言ってるんで、絵文字を使う方がいいんですね。 だけど、絵文字を使うときも気をつけて、あの赤いびっくりマークは使わない方がいいという。これ若い人が言ってるんで、私はそのジェネレーションじゃないと思うんですけど、多分。だけど最近の人はね、これをね、マルハラスメントって言ってるんですよ。面白いね。 はい。というわけでですね、今日のコラムですけど、今ちょっと話題のマルハラスメントのマルハラについて話していきました。皆さんどうですかこれはね、ちょっと日本人の感覚なんで、どうかなわかんないですけど、英語で、例えばね、あの、皆さんの言葉、英語でも何語でもいいんですけど、テキストメッセージの時って、なんか、 絵文字をたくさん使いますかなんか英語の人って、英語の時ってあまり使わないイメージがあるんですけどなんかもし絵文字がないと怖いとかちょっと怒ってるとかそういうふうに思いますかどうなんだろうねなんか日本語はそうなんですけどねきっとねだから日本語で皆さん 誰か日本人の友達とテキストメッセージするときは気をつけてね。丸はあんまり良くないらしいですよ。絵文字使いましょう、絵文字。確かに私も友達と日本語でメッセージするときは絵文字を使います。絶対使います。友達に丸使わないです。うん。これは確かに。だけど仕事の場合はね、いいと思うんですよ。フォーマルだから。 でも、友達に丸は確かに使わない。絵文字です。はい。でも、英語だったらね、普通、ピリオド使うと思うんだよね。なので、これもちょっと文化の違いなのかなとは思いました。はい。あのー、ね、皆さんの普段、いつもの、えー、テキストメッセージのこと、例えば、たくさん絵文字使いますとか、 あの、絵文字なかったらちょっと怖いかなとか、そういうお話もしあったらコメントで教えてください。<laughs> はい。というわけでね、今日も、えー,リーディングプラクティスしながら、えー、グラマーとか、ボキャブラリーとか、勉強できたかなと思います。で、もし、この全部のトランスクリプト、トランスレーション、グラマー全部をね、見たかったら、 えとリンクに I use Japanese Academy というポッドキャストのサブスクリプションがあります。これは1ヶ月に5ドルだけなのでぜひもっと勉強したいなっていう人おすすめです。なのでぜひぜひ、あのー、サブスクライブしてください。というわけでね、はい、今日も最後まで、えー、聞いていただきありがとうございました。 もしね、このビデオがいいなと思ったら、LIKE お願いします。そしてサブスクライブもお願いします。では今日も最後までありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またねーバイバーイ